せっかくの夏休みなのに今日は特別な登校日だって。特別な授業って何なんだろうね。おはよう、元気だった？夏休みで毎日私に会えなかったから寂しかったでしょう。またたっぷり意地悪してやるんだから。はぁ、な、何よ、ちょっと無視しないでよ。先生、おはようございます。ねえ、もしかして私に会えないのが寂しいから今日登校させたの？みんなおはよう。ケリーちゃん、それは違うわ。あと先生、魔法が使えるようになったの。魔法？みんなの願い事を一つだけ叶えてあげるから何でも言ってみて。じゃあ僕はこの夏休みの宿題、今すぐ全部終わったら嬉しいです。わかったわ。先生と一緒にこのステッキを持って、チチンプイプイ、宿題を全部終わり。わー、すごい。これもこれも全部答えが書いてあるぞ。やったやった、メル先生ありがとう。でも宿題は自分でやらないといけないから戻すわ。チチンプイプイのプイーン。あー、せっかく宿題が終わったと思ったのに。じゃあ次、ミキちゃんのお願い事は？じゃあ私は空を飛んでみたいです。そんなの簡単よ。チチンプイプイ、ほうきを着なさい。さあミキちゃん、このほうきに乗って。本当に大丈夫なの？チチンプイプイ、空に飛べ。わあ、すごい、本当に浮いてきた。やった、魔法使いみたいに飛べてる。学校を上から見るとこんな感じなんだ。すごい。私のお家も見える。あ、リカちゃんだ。リカちゃん、やっほー。あれ、今マキちゃんの声がどこからか。上上、私空を飛んでるの。本当に魔法が使えてるし、この先生やばくない？じゃあ次、マキちゃんは何がいい？私は可愛いお姫様になりたい。それは簡単。チチンプイプイ、可愛いお姫様になれ。このドレスにこのティアラ、本当のお姫様みたいになっちゃった。マキちゃん、すっごい可愛い。普通じゃない？さあ最後にケリーちゃん、一個だけ叶うなら何を望む？私は今の自分とか生活に大満足だから特に望みはないんだけど、強いて言えば大人気の小学生モデル、チェルシーちゃんになりたいかな。今の私でも十分可愛いんだけど、せっかく魔法をかけてくれるなら、他の可愛い子になってみてもいいかなーなんて。わかったわ。素直にチェルシーちゃんに憧れてるって言えばいいのに。チチンプイプイ、大人気モデルのチェルシーちゃんになーれ。わー、ケリーちゃんが本当にチェルシーちゃんになった。すごく可愛いよケリーちゃん。まあ私ほどじゃないけど、やっぱりチェルシーちゃんも可愛いよね。でもやっぱりこの顔可愛い。このまま私ずっとチェルシーちゃんならいいのに。夢なら覚めないで。覚めなくていいのよ。お願い、このままチェルシーちゃんのままで。ここは私のベッド。ってことはさっきのは夢？お願いお願い、私は金髪の可愛いチェルシー。ゲー、やっぱり夢だったんだ。そうだよね、メル先生が魔法使いなわけないじゃん。あー、がっかり。みんなに問題です。ミキちゃんが先生に魔法で叶えてもらったことは何でしょう？わかったらコメント欄に書いてね。チャンネル登録はここだよ。
また次の動画でね。